最初にみんなに伝えたいんだけど、今日ね、リオちゃんがロボットなんですよ。ちょっとね、リオちゃんがね、風邪ひいちゃって、リオちゃんロボットをね、急遽作りました。一応喋れるんだよね。どもどもどもー、おめがってる？おめがレイト。わかるしか喋れねえのか、お前は。ということで今日はね、YouTube の新機能、YouTube ストーリーを紹介していきたいと思いまーす。イェイ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 ！このね、ストーリーっていうのはね、YouTube モバイルアプリ上で視聴可能な短い動画のコレクション。最大15秒の動画で、スマホアプリで見る動画みたいだね。そして、登録チャンネルフィードの上部、チャンネルページのストーリータブ、トップページまたは一部の動画再生ページで視聴できます。結構モバイルアプリのさ、露出がね、多いね。そしてね、ストーリーはそれぞれ7日間表示されます、とのことですね。ストーリーで投稿した動画は1週間で消えちゃうらしいね。Twitter に投稿するみたいな感覚で、なんかサクッて投稿できるみたいなね。はい、これはね、ちょっとね、使ってみないとね、わかんないぞっていうことなので、早速ね、ストーリーの機能を使ってみました。はい。こんな感じでね、スマホからしか投稿ができなくて、文字を入れたり、スタンプをね、貼ったり、エフェクトを入れたり、スマホアプリだけでね、いろいろ編集ができるみたいだね。やっべっ、わかる以外も喋れたんだね。あ、コメントとかもね、結構もらってます。コメントをね、返すのもストーリーでね、できるみたいだね。このね、ストーリーはね、PC からね、見れないのがちょっと微妙なんですけど、たまにね、使ってみたいなって思います。気をつけてね。はい、ということでね、こちら YouTube ストーリーのまとめです。最大15秒の短い動画を投稿できる。YouTube のモバイルアプリからしか見れない。モバイルアプリの表示が結構目立つ。動画は1週間で消える。ということでした。どうだった？メカリオちゃん。やっぱり、ロボじゃダメだ。リオちゃん、早く元気になってくれー。